俺の名前は高田裕二。まあ、わかりやすく言えば、反社会の人間だ。世の中はご存知、新型肺炎が蔓延している。その影響が俺たちの業界にも無論、大打撃を与えているってわけだ。ぶっちゃけ俺たちは足で稼ぐのが仕事だ。ご苦労さんだな。もらいに来ましたよ。はい。ちょっとコロナで経営が。困っているのはわかっちゃいるが、それはお互い様なんだよ。そもそも防災法なんかで資金調達が困難なこのご時世。チェ、ここも休業か。俺たち下っ端の仕事量は増え続ける一方だ。そんなある日の夜、なんか熱っぽいな。あんた大丈夫？風邪薬出すわね。体の節々が痛み、寒気、吐き気などの症状が見られた。まさかな、ただの風邪だよな。と思って放置したのがまずかった。40.2度？嘘だろ。熱はどんどん上昇し、もうダメだ。あんたどうしたの？救急車呼ぶからね。俺は全く動けなくなり、愛人が救急車を呼んだ。その時はすでに記憶が曖昧で。大丈夫なんでしょうか？近寄らないで。あなたも後々検査を受けてもらいます。そんなやりとりをかすかに覚えているくらいだった。目が覚めた頃には搬送されて数時間が経過しており。ここはどこだ？高田さん、あなたはおそらくコロナウイルス感染しています。周りの人間は皆防護服、喋るのもきついほどの体調不良が続く中、風俗や夜のお店に行ったりしませんでしたか？そりゃ、男なら行くだろうがよ。感染経路の特定のため細かい聞き取りが行われた。翌日、検査結果の報告があった。コロナウイルスの陽性反応が出ました。まあ、そりゃそうだろうな。インフルエンザの10倍きついんだから。しかし、この病気は治す方法がありませんので、ご自身の力で戦っていくしかありません。ああ、ニュースで言ってたな。自然治癒で治せってことだが、本能でわかる。これは簡単には治らねえって。そして本格的な闘病生活が始まった。息もきついぞ。これまでの症状に加え咳が激しくなった。四六時中呼吸困難で溺れているようだ。そしてこれまでの人生を後悔することを宣告されることになる。高田さん、入れ墨入れてますよね。なんでこれは非常に危ない状態に陥る可能性があります。全身に入れ墨を入れている人はウイルス性肝炎を患っている人が多いのです。昔は針の使い回しが多く非常にリスクが高かったのだ。検査の結果、高田さんも肝機能が低い、重症化するかもしれません。嘘だろ。ここから俺の体調は急速に悪化していく。こんな世界にいて何度も死を意識することはあったが、入れ墨がこんなことになっちまうなんて。こんなことで死ぬのか。俺は自分の人生を悔やんだ。そして間もなく医者の予想は見事に的中し、高田さん、酸素呼吸器をつけましょう。酸素呼吸器なしでは呼吸ができない状態になった。酸素呼吸器をつけても咳は収まらず、もうこのままだと死ぬな。呼吸をするのがやっとの状態が続き、自然と死を覚悟するようになった。その時だった。認可されていない薬ですが、アビガンを飲みますか？選択しなかない。飲ませてくれ。どんな副作用が出るか保証はしない。と言われたが、俺にとっては一択だった。なんとか薬が効いて、死の淵でなんとか持ちこたえた。点滴交換しますね。隊長、大丈夫ですか？少しだけ、マシになりました。徐々に回復に向かっていった。ちなみにアビガンの効果が自然かはわからんらしいが。その後再びウイルスの検査を受け、結果は陰性です。これで退院できます。本当によく頑張りましたね。よかった。ありがとうございました。その後も保健所への定期検診に通い、今現在病気は完治している。高田さん、すっかり元気になりましたね。おう、長い間、悪かったな。コロナを決して舐めてはいけないことを身をもって実感した。そして何より、入れ墨はやめておいた方がいい。